警察署長などから助けをかけられたのは、新潟市中央区のネクスト21の前で町へにらみを聞かせるライオン像。安全安心な町づくりへの理解を深めようと、県が定めた犯罪のない安全で安心な町づくり瞬間が今月11日に始まるのに合わせ、新潟中央署が安全安心アンバサダーに任命しました。新潟中央署管内では今年の特殊詐欺の被害額が8月末までにおよそ920万円に上り、去年1年間の被害額を大きく上回っていて、警察は注意を呼びかけています。ライオン像を見たときに、一人でもですね、特殊詐欺に遭わない、交通事故に遭わない、安全で安心な街にしたいというふうにですね、思ってくれたら。